奥村敬作は日本のゲームプロデューサー。別名として奥村越後や名義でも活動している。若い頃は演出家の広葉氏のもと、カバン持ちとして修行を積んだ。その後、広井の率いるレッドエンタテインメントにてゲームに関する業務に従事する。初めて関わった作品はセガサターン用のゲームソフト、桜大戦であった。以来、 拾いの代表作の一つとなる桜大戦シリーズに従事した。ゲームソフトとしては桜大戦熱気千々にや桜大戦 V エピソード霊光屋の侍娘にてプロデューサーを務めた。それ以外にも映画桜大戦活動写真でも制作プロデューサーを務めた。また桜大戦シリーズ以外にもゲームソフト無人街にてプロデューサーを務めた。 レッドエンタテインメントでは、プロデュース本部のプロデュース部に在籍し、これらの作品を手掛けていた。その後、クロノギアクリエイティブに所属し、ブシロードが中心に展開する、プロジェクトミルキー・ホームズに参加している。テレビアニメ、探偵オペラミルキー・ホームズでも、原作協力としてクレジットされている。時期は不明だが、ブシロードグループのブシロードメディアに移籍。 一時起動車の代表取締役社長に就任していたが2019年3月31日に退任した。2021年7月現在、ブシロードメディアの副社長を務めている。飲酒後に自転車を運転、すでに事故をし、道路より川に転落、両腕を一堂に骨折し入院する。テレビゲームアニメーション映画、テレビアニメラジオ。ありがとうございます。